こんにちるちる少量 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はこちら、BL ファンが選ぶトップオブ黒髪受けはい、ついにねこのもうトップオブ黒髪受けがなんか決定したそうな、はい、そうなんです。以前ですね、ビールソムリエ家の方でちょっと募集させていただきまして、はい、記事にもこの間なりましたこちらの企画なんですけれども、はい、ちょっとねこれを皆様と一緒に動画でちょっと、はいはい、語っていきたいなと、はい、思い今回はこれをやっていきたいと思います。でトップ5を紹介していくんですけれども、はい、同率の順位もありましたので計7作品今回は紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ではまず第5位の発表になります。第5位はこちら、清水由紀先生の、花鳥風月シリーズから財前真澄くんです。はい、もう、はい、言わずと知れた名シリーズだと思うんですけど、シリーズも本当たくさん続いていて、はい、このキャラクターはシリーズの第7巻、はい、今ちょうど手元にあるんですが、こちらからメインとしても登場してくるキャラクターでして、はい、攻め受けのこう組み合わせとしては、うん、こう組組員あ組員ね、はい、相手と、その組の、はい、顧問弁護士っていうんですか、あ顧問弁護士がこの財前くんになります。黒髪ですよね弁護士はまあそうですね。しかもこの黒髪あれなんですね、後ろが刈り上げのキューン黒髪弁護士ということで、最高の髪型ですね。いやいいですね。でその攻めの方の組員、うん、というかもう組長なんですけど、はい、その結構昔から関係があるその組長のキリアさんからのプロポーズの言葉がねあるんですよ、はい、この中では。なんですけど、まあそれに対しての反応だったりとかがすごいいいんですよね。黒髪受けって結構可愛いとかっこいいとか、まあ、いろんなタイプあると思うんですけど、はいはいはい、その中でも結構だから男気も感じられるというか、いいですね。そういうところもなんかキュンキュンしながらもヒーってなりました続いて第5位2作品目はこちらです、はい、日高翔子先生の憂鬱な朝シリーズから桂木智之さんですお、はい、いやこちらも、まあ、先ほどに続き、はい、名作中の名作というかもう古と呼ばれるようなものですね。やっぱりもう古だし麗しの主従 BL というところで、まあそうですよね、もう黒髪受けってなったらやっぱ印象 に強い方も出てきますね、はい、多いかと思うんですけれども、主従 BL って先ほど言ったんですけれども、うん、こっちの受けのね桂木さんの方が年上の黒髪の従者受けになりました。しかもめっちゃ美人っていう。そうなんですよ。で四五出来でなんかでも結構そのクールな感じなんですけど、うんうん、で仕えてるそのもう10歳にしてね家を継いだ久世明人くんの面倒をこう見ていくんですけど、まあ、そのねシリーズを追うごとに彼がどんどんこうペース崩されてったりだとか、なんか意外なね一面がこうちょっと見え隠れしたりするところがねやっぱりいいですよね。きっとそれで印象に残って投票というか、うん、これに票入れた方も多いんじゃないかなと思います、はい、でも結構長いシリーズなのでまだもし読まれてない方がいたらぜひこれを機会にちょっと読んでみてはいかがでしょうか。続いて第4位はこちらです。はい、鈴丸ミンタ先生の恋をするつもりはなかったより、桐谷吉野さんです。はい、こちらもねゲイのサラリーマンで、会社ではすごい四五的美人上司としてこうなんか名を馳せてるような超いいなね、方なんですけれども、すごい可愛いんですよ。でも冒頭からなんかすごい、うんうん、結構これピュア、もちろんねなんかピュアでも、うんうん、そのなんかところもあるんですけど、開幕早々なんか一人でいたしてて私は結構びっくりした、そのギャップ、うんうん、でもめっちゃ可愛いんですよ顔もなんか、いいですね、だけどもうなんか会社に行くとなんかすごいキリッとしてるから突然違いもびっくりです。表紙もちょっとかなり印象的ですよね。そう可愛いですよね、なんか終始結構この顔をしちゃう感じがすごいあって、それはいいのか大丈夫なのか
よかったです。それがね、あの年下攻め の, あのロー君にこうかき乱されていく感じがすごい私良かったので、うんうん、まあピュアなね、あの大人な黒髪ゆきもいいかなというふうに思いますね、うんうん、第4位2作品目はこちらです。ひじき先生の嫌いでいさせてシリーズから直人さんです。はい、これはもう綱吉さんの愛読書でもあり、ね、もう大好きなシリーズなんですが、はい、あのまあ、結構シリーズ続いてるのもあって、うん、最初の直人さんの印象から、うん、こうオメガバーシリーズなので、うん、子供家族とかも増えていって、うん、どんどんなんか親としての顔に変わっていくとことかも、ね、黒髪受けっていうのをちょっとなんか意識せずに読んでた部分あったんですけど、でも、はいはいはい、まあ、それ入りますよねって思いましたそうですね、改めてなんか黒髪いろんなあの種類というかあると思うんですけど、うんうんうん、このノートさんは結構サチ薄そうですね、というか、うんうん、儚げな感じが結構一巻の時点で漂ってたりもするので、うん、やはり黒髪ストレートのキャラとしては印象深いなと改めて思いましたね、うんうん、続いて第3位はこちらです。はい、中村あすみ子先生の同級生より、佐城理人くんですね。あると思いました。あ、正直これはね私もパッと出てきました。確かになんか黒髪眼鏡優等生受けって感じですもんね、うん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 、いいですよね。なんかもう同級生はなんかもう BL のなんか古典っていうかなんかもうみんな知ってる最初の書って感じもありますからね。そうなんかこう BL に欲しい要素をなんか全部きっちり押さえてくれてる、ね、なんかスターターキットみたいなところがあるのでもうこれを読んでいただければ黒髪眼鏡受けの全てがわかるんじゃないかと私は思っています、ね、確かに。しかもなんかこれを読んで BL 始まったっていう人も一定数いると思うんですけど、うん、きっとそういう人は黒髪眼鏡がなんか無条件で好きだというか、なんか敵になっちゃうみたいな。確かに確かに。きっかけになりそうな作品だなと思いますね。そうですね。なんかね、この全然そういうなんかあのなんかこうフラッチなこと知らなそうな佐城くんが、うん、あの一緒にね草壁と一緒にいるうちにどん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 こうちょっと悪いことも知りながらなんかこう人間らしくじゃないですけど、うんうんうん、あのね優しいところが見れたりとか可愛いところがどんどん見れていくのでもうおすすめです。あのシリーズものなのでぜひぜひシリーズも合わせて楽しんでください。続いて第2位はこちらです。はい、はい、桃瀬庵先生の仲まで愛してシリーズよりあのゆずりはくんですね。はい、かわいい本当かわいい黒髪受けといえばっていう、かわいいしでも結構気ぐらいの高い美人な性格のそのなんかギャップもいいですよね。はい、なんかそれがすごい黒髪受けの良さやっぱ凝縮されてるんですよ黒髪だから良かったです。黒髪が正解、うん、もう強気美人黒髪受けはねもう正義ですよ、うんうんうん、やっぱり。でも本当なんかどん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 ねあの攻めに翻弄されて、うん、あの時和くんとエチエチな関係になっていって結構なんかおゆずりはくんそう見えてちょっとちょろいところも あるんじゃないのって思うところもなんか可愛くていいですね。まあ、黒髪受けってやっぱり可愛い第1位はこちらです。はい、桜部はしご先生の抱かれたい男1位に脅されていますシリーズから西条貴人さんです。わー、はい、2位じゃなかったんですね、はい、そうですね、こちらでは1位だったとおめでとうございます。おめでとう、はい、おめでとういや、なんかこの黒髪受けとしてね、うん、もう確かに作中でも西条貴人さん俳優としてね活躍されてて、はい、きっと、はい、この世界の中でも黒髪の麗しい美人としてねきっと大人気だと思うんですけども、うんうん、やっぱりなんかこの桜根先生の描くこのなんか線の細い感じとかがこの黒髪のとすごい相性いいなって勝手に思って、はい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 、受けとして、うん、受けすぎるじゃないですか西条貴人さんって、まあ、そうすね。しかもなんかこう普段はい、まあ、ツンツンというか強い気だし、うんうん、プライドも高いみたいなところからの、うん、東谷くんの前ではっていう、うん、はい、ギャップもねやっぱりそれやられた人がやっぱ多数いたんですよ。そうですね、いたからこそがシリーズもすごい続いても大人気作品じゃないですか、うん、はい、で結果もこの投票って集めてみればやっぱ1位として出てくるってい う, こう貴人さんのポテンシャルがどんどんいろんな場所で見えてきて、はいはい、もう改めて好きだな、読み返したいなってまた思いましたね。はい、ということでここまでトップオブ黒髪受けを紹介してきたんですけれども、はい、ちなみに
ったんですが、綱吉さんのトップオブ黒髪行きは誰なんですか？そうですね、あのすでにランクインしてた作品で、うん、好きなものもあるんですよ、はい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 、それこそ嫌いでさせてとか、うんうん、高市とかもちろん大好きなんですけど、はいはいはい、あの原田先生のやたももシリーズのモモくんが、はい、もう黒髪じゃないですか、そうですね、で、うん、あのセメトの体の大きさの対比とか結構分かりやすい作品で、はい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 、モモくんがちょっとちっちゃくて、はい、でちょっとおバカで、うんうん、そうですね、で黒髪もなんかサラサラヘアとかサチウスみたいな感じっていうよりも、うんうん、なんかちょっとそのまま伸ばしっぱあるままみたいな感じの意味で黒髪がこう使われてるのかななんて勝手に思ってるので、はいはいはい、その感じもめっちゃ好きですね。なるほど、うん、はいはいはい、どうですか、ほぐしみさんの方は。あ、私はあの悦子先生のスーパーナチュラルシリーズの大地くんかなと思っていて、あのこっちはすごいなんか真面目優等生でちょっと小柄な感じの男の子なんですけど、うんうんうん、すごいサラツヤ、あの黒髪こういいマッシュっぽい感じ、マッシュじゃないかな、ちょっともうこうまるっとした感じが、うんうん、けなげ感も出してて、すごいなんか黒髪といえばな感じだったので、なるほど、はい、なんかこう黒髪一つとっても、うん、まあ、サラサラヘアとか、うんうん、短いとか長いとか、うんうん、もう種類もいろいろあるじゃないですか、髪型とかも、うん、なので髪が黒い、はい、プラスなんかもうメガネとかね、はいろんな要素も付け加わったりしても、はいはいはい、受けとしてこう最高の特性の一つだとね、うん、我々も持っているので、そうですね、ぜひ皆様のもうここに今回紹介しきれなかったものたくさんございますので、うん、ぜひベスト黒髪受けみたいなものを教えてくだされば、はい、もう読みに行きます、はい、お願いします。コメント欄にてぜひぜひお待ちしております。本日紹介しました作品のチルチルの詳細ページを概要欄に貼っておりますので、そちらのリンクからご確認ください。それではバイチル。